って。無駄だよ。気絶しちゃった。結構だらしないのね。Thank you.
何者なのか。残念だけど、私はそれを答える権利を持ってないのよね。次会う時はもっとたくさん見せてあげるわ。でも次はないかしらね。自力では四角は動けないよ。捧げたものしか通れないのよ。頭が悪い二つ影に教えてあげる。道という漢字はね、大昔の時計では首を携えていく形なんだよ。つまり道を通るためにはね、首が必要だったんだよ。ここで言う道は普通の道じゃないんだよ。異界との道なんだよ。さてと、そろそろおいとましますか。
私はあなたを殺そうとしてるのよ。